いどうも、もう一回やろう。はいどうも、はい、こんにちは。はい、レです。アケです。いやーマジ勝ち戦どっから消してほしい。ちょっとあの今回は使ったことないキャラとかではないです。お、つまり我が愛しの推しキャラちゃんを我が愛しのって負けたキャラも多いですね。行くわよ。いや私は俺またナッシュ初めて容赦はしない。ナッシュナッシュ二人して対等。勝ちて一周、今週一本ぐらい勝ちて。サポーレッドボーイ。この番組はご覧のスポンサーの繁栄を応援しております。私の邪魔をする消えてもらう。あれ何この人、右半身ハルクじゃん。私のクンフー見せてあげる。見せてあげる。ラウンド1ファイト。最終日って負けがある。よし、これまでか。今だったら今週全部終わらせんぞ俺は。ラウンド2ファイト。さあ皆さん見ててください。ここから私が 見事に勝ちを取りに行きますから。この人ね、なんかね、このキャラなんか使いにくいんですよね。マジか。見えない。最終日にしてられた。いい、今週ラストは勝ち星です。しかも1分も取られなかった。はあ、やっと勝てた。まあまあまあ、この6戦で成長できたってことなんじゃないですか。うまいな。くそ、負け越してるからな。さあ30日やった時に果たしてどうなってるか、まあ、今後期待ということで、あれかな、2週間ごとに多分右上とかに戦績が出てるのかな。あ、そうだね、まあ、1日ごとに、あ、1日ごとに出てるかな。そうそう、で出そうと思ってますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたしますと、言ったところで、いやー楽しかった。とりあえずタケちゃんご都合先行してますので、皆さん応援するならタケちゃんですよ。タケちゃん応援されちゃうの。あ、まあまあまあ、悪役を倒したいという方はまあぜひレン君。なんで俺悪役なんだよ。その言い方、一番悪役あんただよ。じゃあだから悪役を俺にして、これレン君はやっぱこれ最初は弱い勇者だけど最終的にはっていう。ああ、そういう、あれでしょ。なるほどね、レベルアップしてってやつね。王道パターンね。果たして俺らが王道パターンできるのかって話だよ。まあ多分どっちか、多分この流れでいくと俺先に16勝しそうだけど。そう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 、やばいんだって。ちょっと頑張ります。あのね、好きなキャラクターを解放するぐらいまではちょっとやろうぜ。使ってみたいキャラクターとかいいんじゃん、
まあ俺のはできなかったんだけどね。あ、そっか。まあでもなんかストーリーとかはやってもいいんじゃないかななんて思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ワースト多分次の撮影の時には各自がちょっとずつ練習してやっている姿がお披露目できるんではないかと思いますので、その絵を、楽しみに、次の回を見ていただければなと思いますと、ではでは今回はこの辺で終わりたいと思います。1週間終えて、現在1勝6敗です。6勝1敗です。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またな。バイバーイ。